スリウィジャヤ航空182便墜落事故は2021年1月9日にインドネシアで発生した航空事故である。スカルノハッタ国際空港からスパリオ空港へ向かっていたスリウィジャヤ航空182便が離陸直後にジャワ海に墜落し乗員乗客62人全員が死亡した。事故機のボーイング737から524は1994年に 製造番号27,323として製造され、同年5月13日に初飛行を行っていた。コンチネンタル航空とユナイテッド航空で運用された後、2012年5月15日からスリウィジャヤ航空の機材となっていた。2機の CFM インターナショナル CFM56 から3バイト1エンジンを搭載しており、シトラという愛称が付けられていた。 当初182便には56人の乗客と6人の乗員が搭乗していており、いずれもインドネシア人であると報じられたものの、乗員乗客数は後に、運輸省と国家捜索救助局によって行われた会見で、乗客50人と乗員12人に訂正された。また、搭乗者には子供7人と幼児3人が含まれていた。182便には、機長と副操縦士。 4人の客室乗務員が乗務していたほか、別のパイロットを含む6人の乗員がデッドヘッドとして登場していた。182便の高度と速度の記録182便の飛行経路182便は、ウィブ13時25分にスカルノハッタ国際空港を離陸し、14時50分にスパリオ空港へ到着する予定だった。事故当日は出発が遅れており、 ターミナルツーリーからプッシュバックされ14時14分に滑走路 35R から離陸した。遅延によりスパディオ空港への到着は15時50分頃になると推定されていた。また同期には5 0 0ラムの貨物が積載されていた。離陸後182便は高度13000フィートへ向けての上昇を開始した。 エアナブシステムズの記録によれば14時40分頃、182便は7650フィートから1900フィート付近を上昇中に急降下し始めた。フライトレーダル24は離陸の4分後に機体が急降下し、1分足らずで1万フィートの高度を失ったと報じた。管制官との最後の更新は14時40分頃に行われた。報道によれば、 機体は、ジャワ海上空で急降下した。墜落地点は、スカルのハった国際空港の北東 19km 地点で、ラキ島付近だと推測されている。メディアを再生するダイバーによる、捜索活動の様子墜落に関する目撃証言は、複数寄せられた。地元の漁師は、自分のいた場所からわずか 14m 離れた地点に、機体の一部が落下したと話した。また、 墜落前に機体の一部が燃えていたとも証言した。セリブ諸島の住民は二度の爆発音を聞いたと語った。当時、島付近では雨が降っていた。事故の一報は14時30分頃にされており、機体が海面へ急降下し、爆発したと報告された。セリブ諸島の検討局は、地元のテレビ局の取材に対して、マレウ島に何かが落下して爆発したと述べた。 捜索活動は16時頃から開始された。国家捜索救助局のバグスプルヒトは墜落現場は空港から 20km ほどの場所であると報告した。運輸省の職員はセレブ諸島付近で遺体の一部と残骸が回収され、付近の海域で航空燃料も確認されたと伝えた。182便は水深15から 16m の海域に墜落したと推定されている。 インドネシアのジョコビドド大統領は哀悼の意を表明し徹底した捜索救助活動を行うよう命じた。国家捜索救助局は墜落現場に職員を派遣した。インドネシア警察と運輸省はジャカルタ港とスカルのハッタ国際空港にそれぞれ緊急対策本部を設置した。インドネシア海軍はヘリコプターや7隻の船に加えて コパスカの派遣も言った。インドネシア運輸安全委員会は捜索活動を支援するために海洋調査船バルナジャヤを派遣すると話した。この船はライオンエア610便墜落事故やインドネシアやアジアパス千5 0 1便墜落事故などの捜索も支援した。国家捜索救助局は非常用一指示、無線標識装置の信号は受信されなかったと報告した。 捜索救助活動は一晩中継続され、正確な墜落現場の特定に焦点が当てられた。インドネシア赤十字社は50人のボランティアを派遣し、100体分の遺体袋を用意した。登場者の家族はクラマドジャティ病院へ DNA サンプルなどを持ってくるよう求められた。スリビィジャや航空は家族のために宿泊施設を用意した。一月九日の夜、 セリブ諸島のランカン島付近で航空機用の脱出スライドが回収された。その他の残骸も複数個回収されたが、視界不良により救助活動は妨げられた。1月10日、運輸大臣のブディカリアスマディと空軍大将のハディジャヤントは、軍艦クリー・ジョンライ358の艦上から捜索救助活動の指揮を取った。ハディジャヤントは航空機からの信号が、 海軍によって捕らえられたと述べた。また、海軍は墜落現場の正確な座標を特定したと語った。インドネシア国軍は4チームのダイバーを現場に投入し、海軍は150人の兵士とヘリコプターを墜落現場に配備した。墜落現場ではダイバーによる捜索が開始された。インドネシア警察もすぐに航空機1機とヘリコプター4機、ボート8隻。 ダイバー50人を派遣した。1月10日の時点で10隻以上の船が事故機の捜索活動を担っている。1月10日の午後には事故機のものとみられるタービンが回収された。1月10日の8時頃、警察は遺体の一部が入れられた袋を受け取り、病院へ輸送した。後に救命胴衣やさらに多くの遺体が発見され、午後にはその多くが回収された。また、 機体の胴体部の破片や破壊されたタイヤ、油圧装置、機体記号の描かれた残骸なども現場から回収された。回収された破片は小さなものが多く、機体が高速で海面に激突した可能性が示唆された。国軍は機体の本体を捜索することに現在は焦点を当てていると話した。当局は事故機から送信された ELT の信号を捉えたと発表した。 また、ラキ島の南の海で大量の航空燃料が流出していることを確認したと語った。1月10日の夜までに大きな残骸は少なくとも16個回収され、遺体は少なくとも10体が収容された。国家捜索救助局は事故機のブラックボックスから発せられた信号を捉えたと報告した。同日、NTSC は機体のドア、対地接近警報装置、 電波コード系及び航空機の尾翼の一部を含む複数の破片を回収したと発表した。1月21日、国家捜索救助局は犠牲者の捜索が中止されたと発表した。NTSC は国家捜索救助局から事故の一報を受けた。1月10日からコックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーの捜索を開始すると述べた。また、 NTSB も調査に参加する予定だと話した。運輸省のスポークスマンは飛行中に異常が認められたことを報告した。機体は2万9000フィートまでの上昇を許可されていた。初期上昇中、182便は北西にコースを逸脱した。管制官はすぐに無線で状況の確認を試みたが、数秒後に機影が消失した。スリビジャや航空の代表者は、 事故機は製造から年月が経っていたが、耐空性はあったと述べた。また、30分の遅延については、機械的な故障が原因ではなく、悪天候によるものだと話した。NTSC は、気象気候地球物理庁とともに、事故当時の天候を調べる予定だと語った。インドネシア当局が2021年2月に出した、中間報告では、事故原因は不明だが、 墜落機のスロットルには異常が見られたと指摘されており、機体の水力を制御するオートスロットルのコンピューターがフラップシンクロワイヤーの不具合を見逃して機体のコントロールができなくなる可能性があると指摘している。この中間報告を受け、米連邦航空局は、ボーイングに七百三十七から三百七百三十七から四百七百三十七から五百型機の K143 機の737型機の点検を命じた。ありがとうございます。